はい、よろしくお願いします。今回は中学校3年生の教科書4章テスト対策やっていきます。で、今回はこの2問をやっていきますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にちょっと不安なのとか分かんないのがあれば、今からね、自分が両方解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回はですね、まあ、2番は難しいです。先に言っておくね。2番は難しい。ただ、1番に関しては数学苦手な方も絶対にやり方覚えておいてください。お願いします。いいかな？で、今回は平行四辺形が出てくる問題です。で、y イコール a は a、かんで、x2 乗だね。で、一応書き込んでおきましょう。y イコール x の2乗のグラフ上に3点 abc が載ってますね。で、Y 軸上に D がいますと。で、四角形 ABCD が平行四辺形になるときに次の問い答えなさいという問題です。で、1番は ABD の座標が与えられてる。じゃあその時 C どうなってんのっていう問題。で、2番であのね、図を使いたいのでちょっとこっちに書き出しますね。1番は。で、これは平行四辺形の特徴を捉えられると大した計算ないんです。1番。そう、多分初見というか慣れてない方はね、ってやり方ねって思いつかないかもしれないんですけど、ちょっとざっくりでごめんね。平行四辺形がありますと。で、ここが今 A で B で C で D ですよね。で、ちょっと座標書き込んでいきましょう。1番 A がマイナス1の1で B が2の4で C が、マジだ、こっちだ。D が0の6。で、C が分からないんだよね。で、どうやるかっていうと、これ、ま、いろんなやり方があります。本当はね。例えば、平行四辺形の特徴って何種類かあって、こうさ、対角線引くじゃないですか。で、対角線の引いた時に、平行四辺形ってそれぞれ中点で交わるんですよ。ここ、真っ二つにしてくれるし、こっちの対角線も真っ二つにしてくれると。だからそれぞれの中点の座標を出してイコールで結ぶみたいなやり方でもできるんですが、もっと簡単なやり方でいきます、ここは。で、どうやるかっていうと、平行四辺形の形、まあ、想像してもらった時に、当然だけど、こことここ平行ですよね。もちろんここも平行ですけど、平行四辺形だから。で、当然、ここの長さ平行だし、長さ一緒でしょ、こっちもね。っていう特徴をうまく使うと、これどっちでやっても構わないんですが、じゃあこっちからいこうか。A から D についてちょっと考えてください。 A から D です。こっからここって右にいくつ行って上にいくつ上がってますかって考えます。もう一回言うよ。 A から D まで行くに考えるときに、右に何個行って上に何個上がってるって考えるの。それは座標を見ればわかります。で、これはまず X 座標見てね。マイナス1から0になってるから右に1個ずれてますよね。マイナス1から0だから、だから右にプラス1してます。で、上に Y 座標見ると1から6まで上がってる。だから上に、これプラスいらなかったね、上に5上がってます。 A から D 考えた時にね、右に1、上に5言ってるので、なんでこんなことしてるかっていうと、じゃあ A から D が右1、上5なら B から C だってこっから右1、上5で良くないっていう話なの。だって平行なんだもん。長さ一緒なんだもん。だからこの B の座標に右1すれば、2たす1で C は3。上に5行くから、4から5上がるから4たす5で9。これで終了ですよって。もちろんこんな簡単に解けない平行四辺形の問題もたくさんあります。あるんですけど、逆に言うとこれだけで解ける問題も結構出てくるんです。で、この平行四辺形が絡んだ二次関数の問題は定期テストで出ることはそんなに多くないです。印象ね、出るかもしんないよ、しんないけどあんま多くない。ただやっぱり実力テスト、模試、受験ですね、そっちでは結構見る。なので知っておいて損はないので、このやり方ぜひ覚えておいてください。今やらなかったですけど、今 AD と BC 考えたでしょ。そうじゃなくって、こっちでも OK。AB を考えて、まあ、やってみようか。口で、ここ口でごめんね。A から B に行くとき、マイナス1から2だから、右3だね。
で、1から4に上がってるから上にも3上がってます。じゃあ同じように D から C を同じ向きね、 D から右3上3すれば0足す3で36足す3で9ってなるから同じ答え出てくるからね。まあこんな感じでやってください。これはね、数学苦手な方もぜひ解けるようになってください。で、2番です。こっちは難しいです。いきましょう。で、今1番のここの数字、これは1番で使っていい数字だから2番では使っちゃダメね。ここの元々のとこに書いてあれば全部の問題で使っていいんですけど、丸1こうって書いてあったから今、まあ A は同じなんですけど B と D は使わないでください。こっち使ってね。だから A がマイナス1の1になって D が0の8ですね。ここちょっと8だけ書いておこうかってなる。その時四角形 ABCD、 まあ平行四辺形だね、の面積を求めなさいという問題です。で、平行四辺形の面積を求めるときは基本的に切ります、半分に、対角線でね。なぜかっていうと、平行四辺形っていうのは、ちょっと書こうか、これ曲がった、ごめん。小学校の時に習いましたけど、こう切って、もちろんこっちでもいいよ、切った時にここの面積とここの面積同じです。同じ三角形くっつけたものだからね。だから切って三角形の面積片方出せばかける2すれば面積出るからさ、平行四辺形で。そうやって出しに行きます。で、大事なのはその平行四辺形出す時にどっちで切るかが大事なの。対角線、こう切るかこう切るかなんだよね。で、もちろんどっちでも出すことできます。できるできるできるんですけど、自分だったらこっちで切ります。こっち、なぜかっていうと、ここの三角形面積出しやすそうだから。いい、まあ出しやすそうって言ってピンとこない方いるかもしれないんですけど、なぜそう思うかっていうと、この青の三角形は Y 軸で切れるんだよね。前も言ったけど、関数の上で三角形の面積出すときは X 軸か Y 軸で切れる方が絶対楽なんです。そこ底辺にできるから、だからそこで切れるからこっちで勝負しようと思いました、自分はね。で、どうするか。そのためには、ここ8って分かってるんですけど、ここの座標が分かんないと、底辺が出せないんですよ。じゃあ、ここの座標を出すにはどうする？どんどん逆算していくんですけど、面積求めたいから底辺が欲しい。底辺が欲しいからここの座標が欲しい。まで来ました。じゃあ、ここの座標が欲しいから、直線 AB の関数の式を出せばいいと。だって、そうすれば切片だからさ、すぐ出せるでしょ。じゃあ関数の式欲しいなと思いました。じゃあここの座標が必要だよねってとこまで持ってこれるか。そう、ここが勝負どころですね。結局 B が欲しいよねって。で、 B が欲しいんですけど、今何のヒントもないので、ここは文字を使って置いていきます。いい？で、文字を使う、文字何でもいいんですけど、自分 T が好きなんで T 使うね。で、文字っていうのは、例えばよくこれ、ね、やりがちなミスなんだけど、座標を XY みたいな2つの文字を使っちゃう。これやめた方がいいです。基本的に文字を使って置くときは1種類で置く。どうしてもダメだったら2種類使っていいけど、できれば1種類で。今 X 座標を文字で T って置きます。じゃあこっちどうすんのってなったときに、ここがポイント。よく見ると B はこの関数の上に乗ってますよね。何度も言うけど、乗ってるなら代入すればいい。つまり X に T って今置いたから、X のところに t 入れれば y イコール t 二乗になるよね。x に代入すると。つまり y イコール t 二乗。y 座標が t 二乗って意味だから、こうやって置くことができます。いい？そしたら文字一個で済むから。で、こっからどうするかっていうと、こっちの知識使います。今 b がこう置けましたよね。t の t 二乗って。で、c もこの t を使って置きたいんです。で、どう置くかっていうと、さっきと同じ。A から B、いくつ上がってんのって考えます。そうすると、右に1だね。マイナス1から0だから1行って、1から8まで上がってるから、上に7上がってるでしょ。つまり、こっから、いい？ B を基準に持っていくから、T から右1なんで、T プラス1になります。いいかい？ T から右に1だからね。で、 Y 座標は T の2乗から上に7上がるから、 T の2乗プラス7とこうなります。 C はで
で、この後どうするか。結局 t を求めたいんですよ。で、b を置いて c を出した。ここでね、よくやるんだけど、c も、これ関数の上に乗ってるでしょ。y イコール x 二乗に。だから代入しちゃうの、これ。で、めんどくさそうに見えるんだよ、代入すると。でも実は超簡単になるから。いくよ。この t 二乗プラス7が y 座標。こっちが x 座標なんで代入します。そうすると、こっちでいくか。t 二乗プラス7。これ y のとこね。で、x、こいつの二乗なんで、t プラス1の二乗となります。で、こっち、これ、これ裏返して。こっち展開しましょう。展開すると、こうなるよね。何が楽かって t 二乗消えるんだよね。持ってくると。で、まとめれば、これ 2t イコール6になるから t イコール3って言って、シンプルに出るんだよね。で、t が3って分かったから全部戻します。ここの t が3でしょ？こっち t の2乗だから3の2乗で9ってすぐ分かる。で、c も分かるんですよ。入れればいいからさ。入れればいいんだけど、今ちょっと c 使わないんで、ちょっと入れずに、このまま放置します。ごめんね、t。あ、t じゃねえや、c か。で、ここまで持ってきました。で、なんで b 出したんだっけって、ちょっと振り返ると、この直線の式出すために、やったんだよね。だから直線の式を出しに行きます。で、これ下はちょっとあれかな。こっち行った方がいいかな。ごちゃごちゃしてごめんね。今 AB 出しに行くよ。直線 AB ね。で、もちろん、Y イコール X プラス B って置いて、代入して、代入して、連立方程式。俺が一番好きなやり方ね。それでも構わないんですけど、まあ前の動画で、まあ、前の動画かな ?2 個前か。の動画でね、紹介した技をせっかくなんで使いましょうか。2次関数があります。直線の式求めたい。しかも、交点2つの X 座標が分かってるときは、で、この技ね、何って思う方は、2個前の受験対策見てください。そこでやってます。傾きは、ここ。関数にくっついて数字1ね。1、出なかった。1かける、ここの2つ、足したものね。だから、2となるから、傾き2ってすぐわかります。で、切片です。切片は、こいつ1だよね。1にマイナスをつけたもの、マイナス1かける X 座標をかけたものだから、マイナス3、つまり3となるので、傾きと切片すぐわかるから、Y イコール 2X プラス3とわかりました。AB はね。で、なんで AB 出したんだっけって考えたら、ここの切片が欲しかったんだよね。つまり3だから、ここ切片3ってわかりました。じゃあ、なんで切片欲しかったんだっけって話したら、話したんじゃねえや。話になったら、ここです。これが底辺になるから、それが欲しかったの。で、まっすぐ縦の線ね。関数におけるまっすぐ縦の線は、上の Y 座標から下の Y 座標を引いてください。まあ今図で分かりやすいけど、8から3引くから、底辺は5です、ここ。5。で、あとはそこで切って、左と右の三角形に分けてやっていきましょう。じゃあ行くよ。三角形 ABD か。BD は、まず左からいきます。底辺5です。5をかける、高さはここね。ここ。ここはマイナス1の1だから、長さ1です。高さ1、忘れずにね、かける2分の1。足す、右の三角形いきます。底辺同じく5かける、高さはここね。ちょっと見にくかったらごめんな。で、ここの座標は3の9です。3の9。だからこっち3ね。底辺、高さ3、忘れずにかける2分の1です。で、こっち計算すると2分の5、こっち2分の15、足すと2分の20。だから、約分して10ってなります。で、間違ってもこれ書いちゃダメだよ、答え。今は求めたいのは平行四辺形の面積。今出したのは半分の三角形分だけなんで、それを2倍するから答え。10を2倍して、20と。これが答えになります。まあ毎回話してますけど、問題文の中にセンチメートルを使えみたいな指示があったり、まあセンチメートルがついてるようだったら、最後面積の時に平方センチメートルつけてください。ただ、問題文にセンチメートルとかを全く確認できない場合は単位をつけてはダメです。答えね、これで OK になりますので、これでやってください。
では今回は中学校3年生の教科書4章テスト対策やらせていただきました。今回もね、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。では引き続きね、テスト対策取っていきますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。